こんにちは、こんばんは。おはようございます。マイケルコンボイです。さて、今回も、ドラえもん、のび太と緑の巨人伝 DS2008 をやっていきたいと思います。のび太、その前テストがあったよね。いつ帰ってくるの？え、あ、そうだね。そういえばまだだったような。本当に？それじゃあ、帰ってきたら、もっと、てくるのよ。うん。のび太くん、こんなもんが落ちていたけど。ゲゲゲ、僕の0点のテストじゃないか。隠すつもりで忘れてたよ。ママは勘が鋭いから、のび太くんがどこに隠してもきっと見つけるよ。そんな、きっとうんと叱られてこの木も捨てられちゃうんだ。しょうがないな。今度だけだよ。これで地下にあるどっかの大きな穴を探そう。もう見つかったの？早い。なんだこりゃ、巨大な地底とつながってるよ。すごい、よくこんな洞窟が見つかったね。ずっと奥へ続いてるよ。ちょっと行ってみよう。あ、ちょっと、のび太くん。もう、0点のテストを隠すために来たのに。なんとか言ってみましょう。なんだこいつら。なんだあれ、葉っぱの顔をしたお化け。うわわ、攻撃してきたよ。のび太くん、どうして襲われるのかわからないけど、そっちがその気なら。おなじみの空気砲です。射撃なら任せてよ。僕得意なんだ。Y を押すと空気の弾を発射するよ。ジャンプしながら発射することもできるから、うまく使いこなしてね。よーし、こっから先は僕に任せてよ。はい。これでしばらくは大丈夫ですね。なんとか簡単にいけそうですね。ハートはなるべくたくさん取っておきます。ここの上にあるツールはクリアした後じゃないとすみません。ちょっとすみません、バランスがどうも。雲のやつがはない。この雲んかが出すのは結構きついです。無視しましょう。ドラ焼きでワンアップです。要するにワンアップキノコですね。いてて、かなり深いところでしたね。のび太くん、先を急ごう。まだあるの？めんどくさ。ちょっと置いときますね。中間地点的なものが拾った。行き止まりだ。ドラえもん、上の方に先へ進む道があるよ。ほんとだ、高い段差を乗り越えるには。Y を押すと目の前に空気のブロックができるんだ。階段は上るようにブロックを出せば高い段差も越えられるぞ。でもブロックは何かにぶつかったり一定時間で消えるから注意しよう。僕が足場を作るから、危ないときは君が空気砲で援護してね。プレイヤーキャラチェンジです。ダメですね。おい、のび太、サポートしやがれ。ちょっと待ってください。メンバーチェンジ。ドラえもんとのび太。LR で切り替えです。あれ、切り替えられねえ。あれ、おかしい。ちょっと待ってください。ドラえもん。ちょっとドラえもん。
のび太くんとドラえもんの交代は X だよ。のび太くんとドラえもんは得意なアクションが異なるから、二人をうまく使い分けて先に進んでいこうね。あと、ついてくる仲間がはぐれちゃったときは、L か R を使う下画面のキャラをタッチして呼び出そう。ついてくる仲間は離れすぎると下画面の部屋に戻るから、交代をするときはあらかじめ上画面に呼び出しておこうね。ちょっとすみません、ちょっと。カメラワークが毎回不自然なんですよ。これはどうもそうなるゲームですよ。無言になるんですけど、これはカメラワークちょっとなんとか戻して、なんとか頑張りますね。すみません、敵も強いですし。こんな風になります。これがなかなか取れにくいんですよ。それが気をつけるところです。いい加減にして、ほら、これ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 、いい加減にしろ。ボタン連打が上位剣です。やばい、クソ無駄な時間だ。どうすりゃ、いや、あ、Oh no! ほい、み、ほい、あ、クソクソクソ。なんとかいきました。これ、この実況結構きついですね。マリオでいう仮名の仮名で、あれだ、あとこのドラえもんの実況を僕はやっていくんですけど、ゆっくり動画でゆっくり実況で、あのドライナズマイレブン GO2 クロノストーン熱風をやっていきたいと思います。ちょっと予定がなんとかつき次第ですね。なんとかドラえもんがきつくて、今までアクション系がなかったじゃないですか。イナズマイレブンも結構タッチするじゃないですか。これボタン操作なんですよ。できることなら逆転裁判とかで終わり、なんとかうまく終わらせたかったんですけどね。おっと、ここからボス戦です。この奥にボスがいます。この時期なかなかカメラワークとか悪いんですよ。どうもそれがなんとかできなくて、で出た、お化け。あの、僕たち、レーティングテストを目に来ただけだから、そんなこと言ったって、通じるわけないでじゃないか。のび太くん、落ち着いて、空気砲を使うんだ。そうか、離れたところから攻撃できるもんね。要するに、近距離戦はダメってことですね。邪魔邪魔、やばい、負けます。ちょ、きついきついきつい、怖い怖い怖い、死んじゃいました。もう一回やりましょう。ちょっとすいませんね。アクション使うんで、携帯がすっ、携帯じゃねえ、すごく揺れるんですよ、GS が。なんで子供芸人俺、マジでやってんだろう。こう、色が変わると速くなります。これぞデストライヤーみたいなもんですね。昨日出した動画にデストライヤーじゃないですか。あれと同じです。
はい、なんとか倒しました。ひー、危なかった。あれ？どうしたんだろう？天井が崩れているよ。早く逃げなきゃ。何？ワイを連打すればものすごいスピードで走れるんだ。最高速スピードになると体当たりできるようになるよ。わかったから早く逃げよう。進行。おらららららら、とけ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 とふぅ、なんとか無事に帰ってこられたね。危うく生き埋めになるとこだったよ。のほみちゃん、宿題もしないでどこに行ってたの？あら、そのポケットからはみ出しているのはなーに？しまった！0点のテストを書くのを忘れてた。何やってんな、のび太くん。のびちゃん！あ、いや、これは。ひぃー。今回はここまでにしたいと思います。ちょっと不安定な実況ですが、なんとか続けていきましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。また次回もよろしくお願いします。バイバイ。